こんにちは、のり太郎です。今日はコラボ動画をご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらにいらっしゃるのがプレミアムコインの笹川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笹川です。プレミアムコインさんは実は私個人的にコインを買わせていただいたりしてるところで、私はいろいろ相場で買いましょうみたいなことを発信してるんですけど、本当に親切な価格で売っていただいて、時にはいろいろ叩いてちゃったりとかもしてるんですけど、親切に対応していただいてる方です。よかったです、そう思ってもらえた。すいません、なんか私逆に恨み買ってるんじゃないかので叩いちゃったりしてる時もあるんで、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい。で、笹川さんにちょっと今日はいろいろ聞いていきたいと思います。で、いつもコイン買わせていただいてるんですけど、アンティークコインと出会ったきっかけみたいなのってあるんですかね。コイン自体に出会ったのは、自分が警察官になった時に、もともと警察官だった。警察官だった時に自分でも商売したいなと思って、いろいろセミナーに参加してる時に、そのセミナーの主催者がコインを持ってたんです。アンティークコインは現職の時に、そうです、あ、そういうネットビジネスみたいなセミナーに参加して、その主催者が持ってた。で、最初、見た時は分かんなかったんですけど、今思い出してみればギニーの金貨だったんです。2ギニー金貨を持ってらっしゃってて、それを実際に見せてくれたっていうのが出会いでした。それ何年前ぐらいですか。7、8年とか。でもそしたらこうグイッと上がる、全然まだ全然前の時にもうそこで知ったっていう、そこで、あ、こういうものが、お金持ってる人ってこういうものに投資してるんだなっていうのを知って、自分もいつか持ちたいなっていうふうに心のどこかで思ってたみたいな感じだったんです。アンティークコインって。じゃあそこからいざその今みたいにコインをこう扱うようになるまでは結構時間があって、僕は18から28まで警察官やってて、そこから自分で商売しようと思って、最初は物販、家電を扱う物販みたいなことをやってて、で、店舗に仕入れに行ってたりしてたので、神奈川から新潟に日帰りで行ったりしてたのが、辛いなっていうのがあって、で、自宅でなんかこう、もっと稼げるものがないかなっていうのを探してたときに、アンティークコインの売買が、結構稼げるっていうので、最初、実際に仕入れて販売してみるっていうのが、とっかかりだったんですよ。知ってはいたけど、その時に思い出したみたいな感じ。あ、そうですね。ですかね。そうです。それで、そのセミナーでいつか扱いたいと思ってたのが、今こうやってご縁があって、そういうスパイバーで稼げるっていうのを知ったんで、これはいい機会だなと、やり始めた。それは何年ぐらい前になるんですか。それが5年ぐらいですか。5年ぐらいか。じゃあその時に買った、今から5年前だと相当安っ。安かったってことですね。今思えば。そうですよね。去年、一昨年、2年前でも全然安いですもんね。5年前相当安いですね。コロナが始まったぐらいなんでね。で、コロナですごく急激に上がった。はい、安くなりましたね。すごい安かったです。今思い返せばね。そうですよね。金価格も安かったですからね。そうですね。じゃあ、アンティークコインについて思い入れ、このコインはみたいなものであったりするんですか。このコインはっていうのは、やっぱり綺麗だなと思うのは、ゴシッククラウンだったりとか、1847年のゴシッククラウンとか、綺麗ですね。はい、実際に、すごい高グレードのものじゃないですけど、61とか、PL61 とか、サイトにありますよね、履歴で。そうですね、60とか、何とか扱ってるんですけど、はい、でそれもすごい綺麗だなと思いましたし、大きい。チェコスロバキアの中央バット金貨とかも手に取って、すごいなって思いました。私、見たことはあるんですけど、扱ったことないので自由だかと。もうちょっと買えん、だんだん買えないですね。日に日に買えなくなってくるんで、すごい自由だかと高いですね。台湾金貨チェコはアンティークではないですよね、まだ。
100年、もう少し、もうすぐ100年ですよね。そうですね。アンティークなるかならないかであれだけちょっと芸術的なやつで、もう高くなっちゃいましたけど。まあでも今が最安、ね。ああそうですよね。コインの場合多分今が最安値ですよね。コイン売ってる立場の人間が言うとポジショントークみたいな聞こえるんですけど、そうなんですやっぱりこうあの時買っとけばよかったってなっちゃう。そうですね。で私もちょっとその相場の発信とかしてるんで、私の1年前の動画とか2年前の動画見るとこんな価格じゃないよって多分思われると思うんですけど、全然多分これからも今金最高値更新とかやってますけど、情勢が不安定になればなるほど上がりそうな感じですよね。上がってくるだろうし、そのアンティークコインって昔の金か銀かなので、まあ、同じものが作られない。あそうですね。で需要が増えていっても供給が増えないというのが一つ特徴があると思うんで、時間と長く持てる、うん、で、すぐ使うお金じゃない、寝かせてるお金があるんだったらアンティークコインはいいんじゃないかな。ただそのすぐ売却したいとかってお客様には僕も断ってるという。ああ、やっぱり長く持ちたいっていうお客さん、そうですね、に買ってもらいたいっていう。そうです。長く持てる方の方が勝てる確率が高い。あ、いや、まあ間違いないですね。うん、絶対ではないんですけど、投資なんで。はい。なんですけど、長期間持てるっていうのは、持てることによってほぼ負けない、投資だと思って。そうですね。うん、まあ、金もそうですけど、インフレ起きれば起きるほど、ちゃんと上がりますからね。インフレは物が上がることなんで、どう考えても、お金持ってるよりは、そっちの方がいいですよね。だ苦しい、少ないお金ではやってほしい。ああ、そうですね。そうですね。余力があるので、はい、余剰資金であくまでも。そうですね。そうですね。あとはやっぱりデメリットとしては、すぐ売りたくてもすぐ売れるようなもんでもないですからね。換金性っていうところで見ると、やっぱり FX とか、あ、そうですね、株式投資に比べたら劣るとは思うんですけども、はい、まあリスクが低い。リスクは低いですね。そうです。大暴落、まあ考えづらいですよね。ガーンと減るっていうので、私も相場いろいろ調べてはいるんですけど、どんなコインでもほとんど上がってるっていうか、地金っぽいコインでも、まあ、地金価格がそれこそ上がってるんで、それに沿って上がってますし、やっぱりリスクは相当そういう意味では低いとは思います。なんかモダンがダメだみたいな話もあるとは思うんですけど、はいはいはい、売れ残っちゃったりとかっていうのがあるんですけども、はいはいはい、じゃあ相場はまだ確かに昔のコインみたいにないと思うんですよ、はい、アンティークコインみたいに100年経ってない、うん、そうですね、っていうのはモダンコインになるんですけども、はい、じゃあ、発行枚数がアクナルトライオンってすごい有名なコインって400セット400枚ある、はいはい、で最近のモダンコインは200万円切っているコインだってたくさんありますね。はい、多いですね。で、まあ、長期間保有してほしいっていうのは前提として、その限られたコインが値上がりしないっていうのは僕は考えにくい、うん、モダンであっても考えにくい。そうですね。いや、私もそう思います。で逆に本当によく動画で出してるんですけど、逆に今そんなにポテンシャルがあるのに安いっていう、そうですね、買い時だなっていうどうしても思ってしまうんですけど、自分の長期保有のものには、まあ、高いアンティークコインもいいんですけど、安いモダンコイン買っておくっていうのも結構資産保全としては堅実なのかなって、まあ、思いますけどね。なるべくこう値上がりするんじゃないかなっていう要素が多いものを、そうですね、買った方がいい。はい、エリザベス女王の時にはたくさんいろんなコインがあるので財位が長い、ね、そうですね、その中でもいいものって確実にあったりしますんで、そういうものを選んで、ただそういうものでも今安いっていうのはちょっと私はすごく買い時なんじゃないかなとは確かに思ってますね。じゃあそしたら、先ほどやっぱりコイン長期保有できる方っていうなんですけど、そういう方やっぱりアンティークコイン知ったばっかりの人も多いと思うんですけど、なるほど、かなり不安に思われる方が多いと思うんですよ。で私もこういうコラボとかやることによって不安も
少しでも減らせれば、まあ、買えば分かるんですけど、うん、まずその買うところまでいかないっていう人は、うん、なかなか敷居が高いと思うんですよね。で金か銀かってどうしても怪しいっていうかですね、普通の人が金かやってますとか言うとちょっとなんかこう、うん、イメージがなぜかあまり良くない、うん、日本だけか分からないですけど、その辺ちょっとどうやったら払拭できるかなっていうのはあるんですけど、なるほど。今アンティークコインってもともとは裸の状態といいますか未鑑定って言ったりするんですけども、で一部のコレクターで売買されてたものだったんですけど、もともとはそうですよね。ただ1980年代から、鑑定会社の NGC PCGS っていう鑑定会社が出てきて、その鑑定会社がこれは何年のコインでどこの国の発行で額面がこれぐらいでなんていうコインで綺麗さこれぐらいですよっていうのを全部鑑定したスラブって言われるものに入れてくれるんですよ。グレードしてくれるんですね。グレーディングって言うんですけども、ね、基本はもうそれを扱う、うん、裸の状態のものは扱わない、うん、NGC、PCGS のスラブに入ったコインを扱う。で、この鑑定結果をもとに世界でオークションでやり取りされているので、これが今基準、うん、主流になっているので、裸のコインでは買わないっていうのはまず大事なことですよね。歴史が長い分偽物も多いですからね。で、その裸のコインでも素晴らしいものはあると思うんですよ、うん、まだ世界に散らばってるとは思うんですけども、最初やっぱ目利きができない、知識がないっていう状態だと偽物を掴んでしまう可能性があるので、もうスラブに入ったものを一択かな。そうですね、はい、私もそう思います。ちなみに笹川さんのサイトにはもうスラブ入りしかないです。スラブ入りしかない、うん、笹川さんに直接相談とかいろいろできたりするんですか？あ、それは大丈夫です。あ、大丈夫ですか？電話でも電話で相談受けていただいてる。あ、大丈夫です。そうなんです。まあ、何かあったらじゃあちょっと電話でしっかり対応していただけるということですね。はい。でちなみに結構相場で売られていると思うんです。まあ、過去の値段とかは書いてないと思うんですけど、かなり相場価格で売ってらっしゃるんですけど、なんか仕入れの秘密っていうかですね、どういうとこからどんな感じのやつを仕入れてられるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、ですね、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、世界にはまだこう未鑑定のコインっていうのはたくさんある、はい、ありますね。で今はスラブ入りっていうのが主流になってるってなると、裸のコインって偽物かもしれないっていうリスクとか、実際にグレーディングに出した時にどれぐらいの綺麗さがつくのかわからないっていうリスクがあるんです。あと磨いてたり磨いて綺麗にしちゃったりっていうのもありますもんね。そうですね。それやっちゃうと数十万って価値が下がる。そうですよね。のでその目利きが、僕の海外の仕入れルートっていうのは目利きができる人から仕入れます。裸のコインを見て、はい、で買って鑑定に出す人とつながっているので、その人も安く仕入れる。あ、じゃあそこで直でこう、そうです、仕入れたのを売ってらっしゃるってことです。あ、なので、まあ、じゃあその人もふっかけ、まあ、いつも買ってくれるから親切な価格で下ろしてもらってっていう感じで、まあ、その人も海外の方も僕に売って儲けてる。あ、そう、まあ、差額結構あると思います。鑑定で良くなれば、そうですね、はい、なので僕は自分だけ儲かればいいっていうのは多分長続きしないので、こう仕入れの方も利益取っていただいて、あ、僕も生活があるので、はいはいはい、利益取らせていただいて、まあ、それでも高すぎず、うんうん、きちんとこうお客様が納得していただける値段でご購入いただければなと思います。そうですね、多分高すぎて売られていたら私多分仕入れてます。結構相場にうるさいというか、はいはい、相場こんぐらいなんですけど、このぐらいじゃないんですかみたいな、ちょっといつも、はい、しつこく交渉させていただいて買わせていただいてるんで、親切の方なの で元警察官ということで悪いことできないですよね。まあ、できないです。ニュースになっちゃう。そうですよね。元警察官のポイントでみたいな。そうです、はい。なので、まあ、信頼できる方と思いますので、で最後じゃあちょっと、まあ、先ほどもちょっと流れでありましたけど、今後アンティークコインも、まあ、モダンコインもそうかもしれないですけど、コイン今後どういう風になっていくと考えられるんですかね。まあ、もっと価格
は上がっていく、価値は上がっていくというか、数が増えていかないっていう面そうですね。とか、まあ、ちょっと景気が良くなる見込みがないというか、不安要素というか、あります、うん。まあ、コロナで経済が悪化して、自分の資産が目減りしてとかっていうことを、まあ、体感した人も多いんじゃないかと思うので、ポートフォリオを組む上で、まあ、アンティコインっていうのは、今後も参入者が増えていくんじゃないかと思います。そうですね。そのクラシックカーみたいに場所取らないし、メンテナンス必要ないし、そうですね、で鑑定済みのもので、ラベルの書いてることが分かれば、そうですね、素人の方でも、はい、オークションの相場とかっていうのは分かって、もっと伸びていくんじゃないかと思います。あ、分かりました。私も同感です。今後はやっぱり、どうしても世界情勢は明るい兆しが見えないというか、そうですね、なので、まあ、今こそやっぱりそういうものを持っておくのがいいんじゃないかなと思いますので。今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。